ですけども、これは、まあ、簡単に言うとバイトっていう意味でして、誰かの技のパクリだとそういう主張になるんですよ。だからそういうことをしてるなっていう目で見てあげてください。逆にね、誰かのパクリかと思いきやもっとやばいのやってるやつとかいたりして、そういう時 B-Boy はうわーってなったりするんで、そういう湧く瞬間っていうのをしっかり見て反応していただけると、こっちやってる側もねすごいテンション上がってくるんで、よろしくお願いします。さあ行きましょう。 DJ マー準備はどうでしょう。イエス、行っちゃおう。キクループイエスザービー、レディーゴー。左手サービー、3、2、1、ジャッジ。